防犯カメラの映像です。扉から何の迷いもなく入ってきた男、帽子をかぶり黒いマスクをつけています。そのまま建物の中へ、そしてわずか2分後同じ男が扉から出ていきます。手には大きなバッグが。カメラが捉えた犯行の瞬間です。伊藤容疑者はこちらの職員通用口からクリニックの営業時間内に侵入し、犯行に及んだということです。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕された札幌市の無職、伊藤恭也容疑者57歳。先月30日午後5時ごろ、札幌市清田区の歯科クリニックに侵入し、職員更衣室のロッカーからバッグなど時価およそ37万円と現金およそ12万円を盗んだ疑いが持たれています。事件当時クリニックは診療中で、勤務を終えた実習生が階段に泥がついているのを発見し、犯行に気がついたといいます。夕方帰る職員とか帰る時間だったりするので、その時間帯っていうのが鍵が、開いてたというところを、狙われてしまって、これは何かあったなと、驚いたのと、やっぱりショックですね、を受けました。犯人が捕まるまでは私も含めてみんな不安な気持ちでいました。伊藤容疑者と病院に面識はなく、防犯カメラの映像などから伊藤容疑者が浮上しました。警察の調べに対し伊藤容疑者は、弁解することはない、今は頭が混乱していて何と言っていいかわからない、考えを整理してから話そうと思いますなどと供述しているということです。札幌市や小樽市では去年11月から20数件の空き巣被害が発生していて、警察は伊藤容疑者の犯行とみて捜査しています。